してみなさい。はい、それではここから祝賀パーティーに移りますので、ミスの皆さんはステージから降りてお待ちください。あなた方のレベルではこの圧倒的美を理解するのに何万光年あっても。ありがとうございました。ごめん、こんな綺麗な人初めて見たから。その後夜の海を見に行ったんでしょ。もう何千回も聞いたよ。幸せのお裾分け、ありがたく受け取りなさい。まあいいけどね、最近お姉ちゃんキラキラしてるし、人生初の彼氏ができた効果だね。できたんじゃないの、私が彼氏にしてあげたの。お姉ちゃん、こんなに幸せな気持ち生まれて初めて。ひろまさんのことを考えるとね、なんかこの辺が熱くなるんだよね。嬉しいような苦しいような。お姉ちゃん、それを人は恋と呼ぶんだよ。あんな素敵な人に出会えるなんて思ってなかった。ハーバードで頭いいし、イケメンだし、優しくて、代々政治家の由緒正しい家柄だし、何もかもが完璧なの。このまま時が止まればいいのに。でもさ、ちょっと心配じゃん。心配？モテるに決まってんじゃん。ほら、浮気とかさ。え？美咲ってこんな面白い子だっけ？私がこの宝石美希が浮気なんかされるはずないでしょ。仕事中にごめん。明日って空いてる？
空いてるけどどうかした？どうかしたって、明日は俺たちが出会って1年の記念日だろ。特別な日は一緒にいたいからさ。ひろまさ、それで明日の待ち合わせ場所なんだけど、ミスキャンパスのパーティー会場でもいいか？いいけどなんで？大勢の人たちに俺たちの記念日を祝福してもらうのも悪くないだろ。それに、ん？それに？あとは明日のお楽しみ。あ、ごめん、後でかけ直すね。広もさた、お楽しみって何よ？なんか楽しいことでもあるの？そういえばあなたのイケメン彼氏こないだ本店に来てたわよ。広もさがですか？うん、買ってった。ダイヤのリング、 H ハート M ってリングに入れてもらってたけど、明日までに仕上げてって言ってたけど何かあるの？ミキ、結婚しろ。サプライズプロポーズ？明日は1年記念日、私のイニシャル指の指輪用意。そしてイミチンの発言、これはもう確定でしょ。確かに、そっか、お姉ちゃんが結婚か。会社の名刺も斉藤美希で発注したし、社長にも仲人お願いしたし。早っ。そうだ、ハネムーンも予約しとかないと。あ、そうだ、明日何着てくるかな。プロポーズ受けるんだったらそれなりにおしゃれしていかないと失礼だよね。平正はタキシード着てくるかもしれないし。キャンパスグランプリになれたのは家族、友人、皆様の協力なしでは成し遂げられなかったと思います。感謝を忘れず、おごらず、謙虚に前に進んで。ちょっと地味すぎたかしら。まだ来てないのかしら。ミキ先輩、お久しぶりです。どちら様？中手川真理子ですよ、去年の準グランプリの。ごめんなさいね、必要のない情報は極力記憶から消去するようにしてるの。先輩も遊びに来たんですか？あ、実は真理子もなんですよ。今アナウンサーやっててすっごい忙しいんですけど、ちょうどお休みもらったんでちょっと見に行ってみようかなって。まさか先輩に会えるなんて。あれ、ヒロマサ来てる？ヒーロー出てきてよ。すいません、お客様。申し訳ございません、どうなさいました？斉藤ヒロマサいるんだったら連れてきて。斉藤様どちらの？早く連れてきてよ、ヒロマサ。すみません、一度ロビーの方でお話を。いやいや、ここにいるんでしょ。何、あんたら何なの？ちょっと、ヒロマサに何かご用？あんた誰？宝石美希、斉藤ヒロマサのフィアンセですけど。あんたがミスキャングランプリの残念な女は？私子供できたの。おめでとう。ヒロに伝えといて、父親になったからって。ヒロマサ
の注意を引きたいからってそんな嘘つくなんて。ヒロにはたくさん女がいるの知らないの？あんたはその一人。ありえないわ、私以外に女がいるなんて。私を誰だと思ってるの？宝石美紀よ。もういい、自分で伝える。哀れな女。あ、ヒロマサかも。どうも。ヒロマサが浮気だなんて天と地がひっくり返るくらいありえないから。この顔を撮ってもらえます？ヒロにはたくさん女がいるの知らないの？あんたはその一人。大丈夫、ひどい格好だけど。やっと私の話信じたんだ。なんかの間違いに決まってる。だからちゃんとヒロマさんに確かめに来た。今秘書に渡された。これで全部なかったことにしろって。早くしまっといて。あいつはそういう男だよ。そんなことない。絶対なんかの間違いに決まってる。ぜひお願いします。ミキ、どうしたんだよ。私以外の女とも付き合ってるなんて、ね、嘘だよね。他の女にも同じメッセージ送ってたのってなんかの間違いでしょ。ね、操作ミスとか。ね、そうでしょ。
ちょっと落ち着こうかね。こんなに汚れたってもう大変。いくら欲しいの？一応希望の金額は聞いてあげるから。まあ今までのことはいい思い出としてさ。ふざけないでよ。誰がお金なんか。じゃあ何？え、まさか君、広政さんがあんたみたいな女を本気で相手にしてるとでも？予定開けといてください。ねえ、プロポーズ、プロポーズしようとしてたでしょ。ブルガリのリングに HM ってイニシャル入れてたって言ってた。それは君のじゃないよ。今日ミオの誕生日なんだ。違いますよ、中手川マリコですよ。ああ、マリコか。じゃあなんで今日ミスコンパーティーに私を。ああ、ちょっと見てみたくてさ。俺のこと好きな女が一堂に会してるところ。よっ、21世紀の笠間は。よっ、待ちなさいよ。待ちなさいってば。出して。開けろ、待ちなさい。ちょっと止まりなさい。斉藤ひろまさん、私は誰が止まってんの。東大現役合格で史跡卒業した高梨美希よ。ミスキャンパスグランプリで7のどこまで初めて3年連続表を飾って、入社してすぐブルガリの候補室に配属になって、その私を無視するなんて何様のつまりよ。痛い女。今痛い女って言った？いい女の間違いじゃなくて、私が痛い女なわけないでしょ。どんなにわめいても無駄だ。どういう意味？お前がどんなに騒ごうが、政治家一家の御曹司様は痛くも痒くもない。そんなことない。見てなさい、もう一度あいつを振り向かしてゴミのように捨ててやる。絶対に見返してやるんだから。無理だな。無理じゃない。私は今までどんなものでも勝ち取ってきたの。じゃあ総理大臣にでもなってみれば。は？そうでもしなきゃあいつを見返すなんて無理だ。であり敏腕政治秘書の如月先生から一言お願いします。皆さん、本日は誠に入塾おめでとうございます。皆さんは今日からここで一生懸命勉強していただき、いつかは立派な政治家になって、この国の将来を担う。ちょっと、はい、注目。東京大学経済学部首席卒業、ミスキャンパスグランプリ、宝石美希、24歳。この度総理大臣を目指すことになりました。
こちらで総理大臣になるための勉強をさせていただくことにしましたので、どうぞよろしく。あのすいません、ちょっとすいません、あの政治家に一番ふさわしいこの私を入塾させなかったら絶対に後悔しますよ。私は本気です。今日付けでブルガリも辞めてきました。今すぐ入塾させなさい。あの今年度は入塾試験も終えておりますので。特別待遇で結構よ。いや、そう言われましても。ルールを守れないやつは政治家失格だ。さっさと帰れ。あなた昨日の来年度お待ちしておりますので、申し訳ありません。お引き取りください。この私を追い払うなんてバカな塾ね。あの敏腕政治秘書とかいうババアだってどうせ大したことないんだから。本当に失礼しちゃうわ。この高い刺激を追い払うなんて本当にどうかしてるんだよ。ババアで悪かったわね。今までたくさんの政治家見てきて、それこそ30回以上の選挙を経験してきたけど、まあ基本的にはどの政治家もみんな同じような感じ。でもあなたみたいな子初めて。どういう意味ですか？総理大臣になりたいのって斉藤博正に振られたから？リベンジです。面白いわね、あなたって。総理大臣の椅子座らせてあげましょうか。絶対に嫌です。なんでこの人に手伝ってもらわなきゃいけないんですか？俺だってお断りです。無駄なことにエネルギー使いたくないですか？無駄なこととは何よ。私は総理大臣になる女よ。お前には無理だ。私にはこの類いまれなる美貌と知性があるのよ。だから政治家に必要なのは人に愛される力だ。愛される力？このアナウンサーでも見習え。ということで、マリコのマリマリお天気でした。次のコーナーはヨッシーのファッションチェックです。それではスタジオにお返しします。冗談じゃないわ。この一緒にいるだけで IQ 下がりそうな女に私が劣ってるっていうの？爪の赤でも煎じて飲め。キサラリさん。あのね、総理大臣になるためにはまず選挙に勝って国会議員にならないといけない。そして選挙は一人ではできない。あなた選挙を手伝ってくれる友達とかいる？私は塾もあるからあなたにつきっきりではいられない。その点門脇君だったら事務のスタッフだから融通も利くし、それに何よりね、彼は以前新人の候補者を何度も当選させてきた有能な人だったのよ。あの人が？そうよ、私が一から育て上げたんだから。門脇君に任せたら安心ね。門脇君力貸してくれるわよね？すいません、いくら如月さんの頼みでも。これだけは。
ねえねえねえ、いつまで休業しているつもり？あなたの本当の仕事は政治秘書なんじゃないの？命がけで支えたいと思える政治家に出会うまで秘書に復帰するつもりはありません。今のままのあなたじゃ一生そんな政治家なんか出会えないわよ。どんな候補者でも勝たせる、それが一流の政治秘書なんじゃない？わかりました。その代わり俺の言うことに従わないならすぐに降りる。分かったわよ。選挙ぐらい何だってんのよ。まずはゴミ掃除からだ。隅々の埃まで一つ残らず取れ。掃除は関係ないでしょ。掃除と政治は全部つながってんだ。これから選挙の基本について教える。まず選挙に必要なのはこの地盤、看板、カバンの3つだ。私を誰だと思ってるの？そんな基本的なことを知ってるに決まってるで。従わないなら降りると言ったはずだ。はあ、私はただ知ってるって言っただけ。お前の知識自慢に興味はない。でどうする？続けるのか？聞こえない。返事ははいだ。はい。まず地盤は後援会や応援団体のこと、看板は知名度、カバンは金。この中でお前が持ってるものは一つもない。ただそんなお前でも一つだけ勝てる方法はある。大きな政党の公認候補になることだ。公認候補？公認候補として立候補すればその政党から選挙資金が補助される上に党の息のかかった票が確実に手に入る。一番大きな政党である民事党の公認候補になれば地盤、看板、カバンがなくても勝てる可能性があるということだ。なら私は民事党の公認候補を目指すわ。なめるな。公認候補は簡単になれるもんじゃない。ありがとうございます。2週間後の月曜日ですね。わかりました。はい、よろしくお願いします。書類審査も論文もクリアして簡単に面接まで来ちゃいましたけど。当然だ。公認候補の選考で一番ハードルが高いのは最後の面接。向こうが探ってくるのはどれだけ票を集められる人材かどうかだ。それなら余裕ね。読もしてたからファンはたくさんいるの。インスタやツイッターのフォロワー数は？そんなくだらないものやってるわけないでしょ。私は誰かに媚びないと支持を得られないような人間とは違うの。だったらファンがたくさんいるとは言えない。私が言ってることが信じられないっていうの？門脇君の言う通りよ。いくらファンがたくさんいても目に見える数字で証明できなきゃ信じてもらえないの。ねえ、今からでも遅くないんじゃないのかしら。インスタグラムだったらあなたのビジュアルとかファッションセンスとかでいくらでもフォロワー数は伸ばせるんじゃない？そうですよね。この私なら一気にフォロワー数万人くらい。面接までにフォロワー30万。30万？2週間で30万はちょっと多すぎるんじゃない？そうですね。こんなやつにそこまでの人気はありませんね。やってやるわよ。
2週間でフォロワー30万集めてみせるわ。写真撮って。いいけど後でね。ちょっと。インスタの利用率が一番高い21時から22時の間に更新したいの。まだ時間あるじゃん。やるからには全力でやりたいの。行くよ。うん。OK。振り向くからその時ね。肌なじみのいいオレンジをちゃんとついてきて。ついていってるけどちょっと丸いダメだから。うわー美味しそう。美咲、美味しい私を撮っていて。見て、東京タワー分かる。東京タワー分かったから行くよ。今日はちょっとモード系。首にはブルガリのパーフェクトミステイク。これは失敗には全て意味があるという意味が込められているそうよ。まあ私には失敗なんてないけどね。ねえ、うん、最後の一部いらないでしょ。なんで？いらない。だって失敗しない。あ、ちょっと私がやるよ。ダメ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 。毎日毎日更新して頑張ってたけど、さすがに30万人は無理だったわね。最初から分かりきってた結果です。わざと無謀な数字言ったでしょ。それであの子が選挙を諦めれば自分が解放されるから。あいつには無理ですよ、選挙に勝つなんて。選挙に勝てるかどうかは秘書次第よ。あなたが自分のことしか考えない嘘だらけの政治家に嫌気がさしてるのはわかる。でもあの子はそうじゃないじゃない。振られた腹いせに出馬するなんて自分のことしか考えてない証拠ですよ。でも嘘はついてない。おはようございます。おはよう。昨日伝えた民事党の講演会、必ず二人で行くのよ。ん？電話でも話した通り、次の衆院選でここにいる孫の広政を出馬させようと思ってるんだ。君にはぜひこの広政の選挙参謀としてだな。せっかくなんですけど、そのお話は。今回はもう別の候補者の選挙に関わっておりますので。誰なんですか、如月さんが手を貸すなんて。新人候補者です。宝石美希という。講演会で話してた党員の心得は明日までに明記しとけ。はいはい、分かってます。返事ははいだ。はい。とんかつトンキ、ポイント貯まると豚汁無料。あ、返せ。ちょっと、あ、ちょっと待ってよ、私も入れなさいよ。ちょっと、お願いします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 。おい、お願いします。
こんなとこで何やってんの。見たらわかんでしょ。下ろさなかったんだ。ヒロにもらったお金全部使っちゃったから。とりあえずこんなことやめて、あったかいとこ。やめてよ。東大卒の美人エリートにはこんなことかもしれないけど、私はこれで日給6000円もらって生活してんの。どうせ私のこと憐れんでるだけなんでしょ。ええ、憐れんでるわ。妊婦なのにこんな薄着で雨の中ティッシュ配って、哀れで愚かでかわいそうだなって思ってる。あんた喧嘩売ってんの。私は嘘をつかない主義なの。貸して。東大卒の美人エリートなめないで。私なら30分で6000円稼いでみせる。そんなの無理に決まってるでしょ。私に無理なんてないの。やる前から決めつけないで。お願いします、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 お願いします。二人でやれば15分。頭使え。お願いします、お願いします、よろしくお願いします。すいません、お願いします。おはようございます。おはようございます。行くぞ。どこ行くの。テレビ取材だ。午前中に2件、その後にラジオ番組、夜は動画サイトの生放送番組。そんなに。フォロワー数増やしたくないのか。ちょ待って。フォロワー30万人達成おめでとう。いやー、露出を増やした途端一気に17万人増えるなんて、さすが門脇くんね。当たり前のことをしただけです。私ってやっぱり人気者。明日の面接でフォロワー30万人って言ったら相当ポイント高いはずよ。あとはまあ練習した通りにね、やってくれれば絶対に合格します。頑張って。今日の業務は終了だ。さっさと帰れ。如月さんがまとめてくれた面接の質問事項にもう一回目通したら帰る。さっきもやっただろ。もう一回やっておきたいの。絶対に失敗したくないから。あ、ちょっと。7時にとんかつトンキに集合。え？勝負の前はとんかつだ。今なら豚汁もつけてやる。ちょ。勘違いするな。ポイントが溜まってるだけだ。
私誘われた。どうしよう。お姉ちゃん、それって完全デートじゃん。デートなわけないでしょ。ないない、あんなやつがデートだなんて。だったらなんで私に電話してきたわけ？デートに誘われたと思ったからじゃないの？違うわよ、暇つぶしにかけただけ。もうそんなこと言うなら切るからね。デートなわけない、デートなわけない、デートなわけない。もう美咲なんかに。時間を守れない奴は政治家失格だ。ごめんなさい、今日行けなくなっちゃって。妹が体調悪くなって、本当ごめん。妹は大丈夫なのか？うん。お前も無理するな、体調管理も選挙活動のうちだ。じゃあ明日。帰りなさい、ミキさん。どうも。急に電話してきて何？用があるんだったら早くして。あの時はごめん。俺本当はミキと結婚したかったんだ。でもうちは結婚相手も自由に選ばせてもらえなくて。今さらそんな。情けないよな、親に逆らえなくて。大事な人を傷つけるなんて。飲み直さないか、俺の部屋で。おはようございます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 。おはよう。
昨日あいつと会ってたんだろ。今日の面接は中止だ。さっき連絡があった。え？あのね、民事党っていうのは役員も年配の人が多くてお堅い党なの。それが野党最大の立命党の候補者とこんな写真、裏切り行為って見なされても仕方ない。じゃあ公認候補にはなれないってことですか？当たり前でしょ。こんな大切な時期に一体何やってるのよ。もっと賢い子だと思ってた。待ってください。お姉ちゃん？失敗には全て意味がある。私は宝石ミキよ。宝石ミキが負けるなんてありえないんだから。ふざけないで、絶対絶対絶対に返してやるんだから。失礼します。ちょっと通して。私、宝石ミキと申します。こちらの公認候補にしていただけないでしょうか？ごめんね、公認候補はもう決まっちゃったの。残念だったね。うちのキャッチフレーズはこれです。これ牧場。牧場って何？あの牧場って何ですか？牧場とスポーツって関係あります？私を公認候補にお願いします。美貌と知性を併せ持ったこの宝石美紀なら総理大臣になれること間違いなしです。愛国精神よりも自己愛が強すぎるようなので。タカ！ぜひ私を公認候補にお選びください。私宝石美紀は必ず総理大臣になってみせます。ちょっとパワー強すぎるんでお断りします。なります。うちのと勘違いしてない？なんかそういうことじゃないの。ちょっとは失礼します。人間よりも動物に愛される宝石美紀です。とてもそんな風には見えませんけど。お帰りください。
ここまでバカとはな。公認取れればどこの政党でもいいのか。小さな政党でも私なら勝てる。自分の理念や志と合った政党じゃなきゃ意味がないだろう。私の理念、清和党。決まってた公認候補が体調を壊して辞退したらしい。今穴埋めの候補者を探してる。話はつけておいた。どうして？お前みたいな女がそう簡単に諦めるわけないからだ。あなたに。もう嘘なんかつくな。そこら辺の政治家がやるようなことするな。お前はバカ正直で周りに痛いと思われてるぐらいがお似合いだ。高石美希を公認候補にしていただき本当にありがとうございました。ありがとうございます。いえいえ、大歓迎ですよ。こんな若くて綺麗な人しかも秘書が門脇さんなんて、もう我が党としてはありがたい限りですよさあさあ、どうぞお座りください。失礼します。あ、そうだ、川口君。はい、昨日いただいたバームクーヘンをお出しして。あ、はい、あれ美味しいですよね。美味しいですよ。いやー、うちみたいな党は一般公募しても全くで、今回は選挙区も悪いですしね。なんてったって斉藤のお坊ちゃんが出馬する神奈川19区ですからね。たった一つの議席をかけて斉藤博正と直接対決する。どうした、勝つんじゃないのか。当たり前でしょ。私を誰だと思ってるの。宝石美希よ。おお、いや、その息です、その息。どうぞ。あ、奥でお願いします。はい、じゃあこれ全部出しちゃっていいですか。お願いします。はい、宝石さん、皆さんご挨拶してください。この度は事務所未来におめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。いや、素晴らしいね。前に木更木さん言いましたよね、選挙に勝てるかどうかは秘書次第って。俺が必ずこいつを勝たせてみせます。私の歴史に黒星つけたら承知しないわよ。
はい。すいません、この度はありがとうございました。まず最初にやることは選挙事務所と選挙カーの準備だ。それからポスターやビラ、パンフレットの作成、選挙12日前の公示日に選挙管理委員会に立候補届を提出、その日のうちに県内300カ所にポスターを貼る。ビラを配るときはちゃんと有権者と目を合わせて渡す。はい。配るときは宝石美希です。よろしくお願いします。おはようございます。おはようございます。ありがとうございます。言ってみろ。名前だけだと覚えてもらえないかもしれないから、もう少し私の魅力を足すとか、例えばこの美貌とか。演説でやってみろ。返事は？いきなり？いきなりだ、行くぞ。あ、はい。清和党の宝石美希です。宝石のように美しく輝く宝石美希です。宝石美希です。どうぞよろしくお願いいたします。私一人では何もできません。ですが皆様の力があれば美しい社会を作ることができるのです。ですから宝石美希、宝石のように美しく輝く宝石美希、美しく輝く宝石のような宝石美希、清和党の宝石美希、どうぞよろしくお願いいたします。大丈夫か？あまり人が集まってないな。インスタではフォロワー数増えてるんだけど。 SNS の中で人気でも直接有権者に訴える力は今の前には足りないってことだ。私に足りない。マリコのマリマリお天気でした。ここで皆さんにお伝えしたいことがあります。今日で中手川マリコはアナウンサーを卒業することになりました。短い間でしたけど本当にありがとうございました。残念ですね。マリコちゃんは本当にたくさんの人に愛されてましたから。選挙の手伝いですか？あなたアナウンサー辞めたのよね。先輩アナウンサーにいじめられて。女の人の嫉妬って怖いですよね。じゃあ仕事が決まるもん。なんか変な感じ。こうやってお茶してるの。あんなに冷たかったのに。ミスコンの時もその次の年のパーティーも。もしかしてマリコの人気と知名度で人を集めたいからとかですか？どうして選挙なんて出ようと思ったんです？政治なんておじさんやおばさんに任せておけばいいじゃないですか。もしかして広政先輩のせいですか？あんな男のことなんて綺麗さっぱり忘れた方がいいですよ。こんな仕返しみたいなバカみたいなこと。分かってるわよ。バカみたいなことだって。けどやると決めたことは
最後までやり通したいの。ここで逃げたらあいつの思うツボだもの。そんなの宝石美希らしくないでしょ。けどマリコにできることなんて。お願いします。中手川マリコさん、私に力を貸してください。女先輩やめてください。土下座なんて。あなたの力が必要なんです。私を助けてください。お願いします。お願いします。あなたじゃなきゃダメなんです。お願いしま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 す。助けてください。ねえ、すごい人。人を集めるにはまずは人だかりを作る。選挙の基本だ。でもどこからこんなに大勢の人。中手川さんの友達だ。今みたいな感じで感謝の気持ちを忘れないことが大事ですから。ああ、いや、今のは人に愛されるようになりたいんですよね。やるわ。宝石美希さんですか。はい。ずいぶん若い候補者さんだこと。本当ですか。私もあなたみたいに若い時があったのよね。すごい。昔はこれでもモテたんだから。信じらんない。先輩、使い方間違えてます。ありがとうございます。かわいいわね。境町商店街のためチャレンジし続けます。宝石ねえねえおばさん、皆様宝石ミキをよろしくお願いします。ねえねえおばさん。おばさん、これ硬くて開かないんだけど。そんなのお母さんにやってもらいなさい。ね、ごめんね。あのね、フルトップはテコの原理を応用して作られてるの。だから支点から作用点までの距離より支点から力点までの距離を離せば小さな力で動かせるの。おー、どうぞ。すげえおばさん、ありがとう。ありがとうおばさん。ありがとうおばさん。ありがとう。ありがとう。おばさん、ありがとう。宝石美希、宝石美希が栄町商店街の皆様のもとにやってきました。初孫ができたら元気になっちゃってガンがなくなっちゃったんだって。そんなことあるんですか。本当なのよ。シルバーセンターのお友達に聞いたの。それってこの前言ってた菊代さんですか。あら、覚えてたんだ。やっぱりそうだ。ねえねえおばさん、ピーマンってどうやったら食べられるの。あのね、ピーマンにはピラジンとクエルシトリンっていう苦味成分があって、でそれを消すには半分に切って数時間風通しのいいところに置いておくの。そしたら苦味が消えて食べられるようになるからね。うわー、すげえ。じゃあお父さんの足が臭いんだけど、なんで。それはどうして。じゃあおまわりさんってなんでおまわりさんって言うの。それはね、おまわりさんは街を見回ってるからおまわりさんって言うんだよ。おー、なるほど。
ビラ配り。先輩、トシヤさんのことどう思います？え、一見冷たいですけど実はイケメンですよね。そう？私今フリーだし誘っちゃおっかな。先輩どう思います？いいんじゃない。じゃあ早速今晩誘ってみようっと。トシヤさん、私も手伝います。みんなで行きましょう。お疲れ様。早かったのね。これ終わったら手伝いに行こうかなって思ってたのに。中手川さんが手伝ってくれた。彼女がチラシ配るとみんなすぐに受け取ってくれるから助かった。明日も早いんだからさっさと帰って寝ろ。そっちこそ早く帰った方がいいんじゃないの？中田川さんと食事行くんでしょ？夜景の綺麗なレストランなんて興味ない。そうなんだ。これ町会長の神保さんから。どうかしたのか？みんなさ、私がリベンジしたくて始めたことを知らないんだよね。なんか騙してるみたい。子供の頃いじめられてた。え、何急に。俺をいじめてたやつは大人になって市議会議員になった。なんとか俺も同じ道に進んでそいつに仕返ししてやろうと思ったけど、俺は政治家に向いてない。だからすごい政治家を育てる秘書になろう。そうだったの。あなたもリベンジで。嘘に決まってるだろ。え？俺はいじめられてなんかいない。大学時代政治サークルにいるときにスカウトされてこの道に入った。え、ちょっと何なの。どんな理由で目指したかなんて関係ないってことだ。
公民館で演説会をした後、講演会の皆さんと食事会、その後明日の応援演説の打ち合わせなんで、凱旋お願いします。はい。あなたのそんな顔がまた見られて嬉しい。よし、最終戦頑張りましょう。はい、はい。大変です先輩、これ私たちは立命党公認候補として出馬している斉藤博正さんから精神的かつ肉体的な損害を受けたとして被害者の会を設立しました。この子ティッシュ配りしてた。うん。でもどうしてこんなこと。斉藤博正さんは複数人の女性と交際し妊娠させお金で解決をしていたんです。女性を性欲の吐き口としか思っていない斉藤博正に騙されないでください。そんな男にこの国は任せてはいけません。無責任極まりないそんな男を国政選挙になんか参加させないでください。これで博正先輩は終わり。当選予想2の先輩の勝ちですよ。まだそうと決まったわけじゃない。そうね、斉藤家のことだからどんな手を使ってでも這い上がってくると思うわ。いいか、とにかく事実無根で通すんだ。終わったか。終わったか。よし、茂先生の言うとおり事実無根ですよ。真実かどうかは問題じゃない、とにかく勝つんだ。勝って勝って勝ち続けて、お前は我が斉藤家初の総理大臣となる。私が果たせなかった夢を分かってるな。はい。今回初めて出馬された宝石美希さんなんですが、初めての選挙でいろいろ大変なこともあったんじゃないですか。あ、いえ、皆さんのご声援のおかげでどんなことでも乗り越えられています。では最近インターネットなどで広まっているこのような情報についても宝石さんは気にされていないんでしょうか。こちらです。何これ。同じ神奈川19区から出馬されている斉藤博正候補と交際していたと書き込みがされていますが、これはどういうことなんでしょうね。斉藤候補と付き合ってらっしゃったんですか。斉藤候補のインスタに2人のツーショット写真が掲載されてましたが、もしかして立候補したのも斉藤候補と何か関係があるんでしょうか。どうされました、宝石さん、お答えください。斉藤さん、宝石美希さんと交際してたというのは本当なんですか。あちらにもご迷惑がかかるので僕からコメントは。ということは事実なんですね。僕が悪いんです、勘違いさせることしたから。斉藤博正さんに傷つけられたという被害者の会も宝石さんの仕込みという噂もありますけど。本当に言うたよ。すみません、僕には何も。ただ僕はフェアに戦いたい、ただそれだけです。斉藤さん、今の斉藤さんの口ぶりからすると全ては宝石美希の差し金のようですね。この人いつも博正と一緒にいる。自作自演ってことですか。そうみたいね。最低。このままだとヤバいんじゃないですか。フォロワー数も減ってるし、講演会に事情説明に行ったトシヤさんも全然戻ってこないし。先輩、助けて。ちょっとどうしたの。あの、赤ちゃん寝かせるからソファー開けて。
ス持ってきた。わかりました。何があったの？ネットで宝石美紀に金で雇われた嘘つき女だって。誰が調べたか知らないけど、名前もうちの住所も家にも人が来てて、とてもその子を連れて帰れない。ひどい。あんたが頑張ってんの見て、私もちゃんと戦わなきゃって。なのにこんなこと。バカみたい。なんかじゃない。バカなのはあなたじゃない。これで広政さんの当選は間違いなしですね。予想以上に宝石美紀の支持は大きく落ちたからな。出しゃばるから痛い目に遭うんだよ。いい君だよな。ああ、あんまり悪く言ったらかわいそうだろ。宝松候補なりに頑張ってんだから。お前は何なんですか。何のよ。どれだけ卑怯なのよあなたは。何の話。とぼけないで。ネットでの誹謗中傷、全部あなたの仕業でしょう。何かおかしいの。はあ、政治ってもの何も分かってないんだね。それでよく選挙に出馬できたな。お前と俺は違うんだよ。俺は斎藤家の跡取りだ。総理大臣になるべく生まれてきた人間だ。だからどんな手を使ってでもこの選挙には勝たなきゃいけないんだ。そんなの間違ってる。勝つためにたくさんの人を傷つけて騙して、あんたのせいで彼女はね、凛子さんは赤ちゃん抱えながら家にも帰れないのよ。凛子、誰だよそれ。政治に嘘はつきものだ。俺は何も悪くない。騙されるバカが悪いんだよ。お前も他の女たちも。俺に盾つくんならもう少し賢くなってからにしろよ。分かったらとっとと棄権したらどうだ。負け戦に参加しても時間と金の無駄だ。女のお前がこの俺に勝てるわけないんだから。女の子いじめちゃダメですよ。物知らないってのは罪ですね。いや今日も弁が立ちますね。てか凛子って誰ですか。覚えてねえんだよな。いやいや僕がお金渡したあの。ああふざけんな。あ、ふざけんな。おい。
誰か誰か何でこれ以上こいつを侮辱したら許さねえからな。お前何したか分かってんのか。選挙期間中にこんな暴力行為。残念だったな。俺はもう秘書じゃない。ちょどういうこと。お前はもう一人でも勝てる。え？あ、あいつです。おい、どこに捕まえてください。ちょっと、おい、警察行くぞ。ちょっと、待って。ちょっと待って。一人でも勝てるってどういうことよ。答えなさいよ。今回のことは公にしないっていうことで向こうにも納得してもらった。公にしてもお互い損するだけだから。門脇君は一身上の都合で辞任ということになる。どうしてですか。どうして本当のことを言っちゃいけないんですか。彼は私を守るために負けてもいいの。たとえどんな理由があろうとも暴力を振るおうとした候補者を支持する人間なんていない。だから門脇君は必死になってあなたのことかばったんじゃない。門脇君は若いけど
自分がついた政治家は全身全霊でサポートして選挙に勝たせてきた。でも結局は利己的で嘘ばっかりの政治家に失望し裏切られて、それで秘書の仕事も離れることになって、そんな彼があなたのことは絶対に勝たせてみせるって私に言ったのよ。そんな彼の気持ちあなた台無し。あなたまで彼のことを裏切るつもり？あなたが門脇君のためにできることはたった一つ、選挙に勝つことよ。選挙に勝つためには彼のことは忘れなさい。注目を浴びている神奈川19区ですが、宝石美紀、斉藤博正両陣営による熾烈な戦いは続き、 SNS による泥仕合も加熱しています。現在選挙予想でもどちらが勝つか全くわからない状態であり、明日の選挙運動最終日に行われる街頭演説が勝敗の分かれ道になると思われます。いよいよ最後の街頭演説だね。そうだね。どうかした？別に。なんか心配事でもあるの？ないわよ。私は絶対勝つから。心配事なんて何にも。たらいいけど。お姉ちゃんには後悔してほしくないから。選挙に勝ってもお姉ちゃんが後悔するなら応援する意味ないじゃん。じゃあ後で行くから頑張ってね。行ってきます。お忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。元気よくね。まるで、はい、お天道様が祝福してくれているかのような晴天に恵まれました。最高の演説。我が清和党公認見せてちょうだい。宝石美紀が最後のお願いにやってまいりました。そろそろ上に。はい、それではご紹介いたしましょう。嘘をつかずまっすぐ有権者と向き合う宝石美紀です。
紹介に預かりました清和党公認候補高林美樹です。今嘘をつかずまっすぐ有権者と向き合う高林美樹と紹介されましたが、それは間違っています。なぜなら私は皆さんに大きな嘘をついているからです。もしこのまま選挙に勝ったとしても私はずっと後悔し続けるでしょう。応援してくださる皆様のためにも後悔するような勝ち方はしたくありません。ネットにも出ている通り、私は自分勝手なリベンジのために総理大臣を目指してこの選挙に出馬しました。振られた男にリベンジができるなら他の人のことなど有権者の方々のことなどどうだっていいと思っていました。でも人のおかげで私は変われました。その人は私には愛される力がないから選挙には勝てないと言いました。腹が立って悔しくて本当に大嫌いで、でも口答えばかりで選挙のことなど全くわからない私のずっとそばにいてくれたんです。お前が見てるのはもうあいつじゃないんだから。お前はバカ正直で周りに痛いと思われてるぐらいがお似合いだ。私が期待を裏切ってしまった時も私を信じて助けてくれました。これ以上こいつを侮辱したら許さねえからな。その人のおかげで私はリベンジのためではなくて応援してくださる皆様のためにこの選挙に勝ちたいと心から思えるようになりました。私はその人と約束しました。嘘をつかない政治家になる。そして周りの人たちの幸せが自分の幸せだと思える政治家になると。私宝石美樹はどんなことがあってもこの二つのことを守り抜きます。そしてこの国の総理大臣になってみせます。清和党公認候補宝林美樹をどうぞよろしくお願いいたします。
立派よ宝石さん。おばあちゃん、秘書なんだから私のそばにいないとおかしいでしょ。あなたが命がけで支えたい政治家が私以外にいると思ってんの？私みたいに美人で頭良くておしゃれで努力家で私は あなたにそばにいてほしい。政治家としてだけじゃなくて。あなたもそうなんでしょ？だったら私のそばにいなさいよ。違うの？前代未聞だな、こんな選挙。私を誰だと思ってるの？宝石美紀よ。開票結果をお伝えします。まずは神奈川19区、宝石美紀清和党74,118票、当選確実。万歳！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 宝石さん、当選おめでとう。
私を総理大臣の椅子に座らせてくれる約束ですよね。その時まで握手は取っておきます。そうね。よっ、総理大臣。の時間だ。これは私宝石美希のリベンジの物語ではなく、新しい自分に生まれ変わるまでの物語。あと1個で豚汁無料。先にタクシー拾って待ってるぞ。え、あ、応援してくれる人がいれば人は誰でも変われるのです。